身のプロ野球選手。有藤右打。MLB のボストンレッドソックス傘下所属。2011年の MLB ドラフト12巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名されプロ入り。契約後、傘下のルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズで、プロデビュー。2012年もルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズでプレーした。2013年は、A- 級、ウィリアムズポートクロスカッターズでプレーし、15試合に、登板して5勝3敗、防御率 3.59、39奪三振を記録した。2014年は A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレーし、33試合に登板して6勝2敗、防御率 3.69、73奪三振を記録した。2015年は A 級クリアウォータースレッシャーズでプレーし、26試合に登板して6勝5敗、防御率 2.75、71奪三振を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズ、A 級クリアウォーター、A 級レディングファイティンフィルズでプレーし、3球団合計で37試合に登板して5勝4敗、防御率 5.74、64奪三振を記録した。2017年は、トリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスで開幕を迎え、8月22日にメジャーに昇格した。同日行われたマイアミマーリンズ戦でメジャーデビューした。この年メジャーでは13試合に登板して1勝0敗、防御率 4.41、17奪三振を記録した。2018年はメジャーで36試合に登板して3勝2敗、防御率 6.75。36奪三振を記録した。2019年はメジャーで4試合に登板するも、防御率 13.50 と不振で、7月29日に DFA となった。2019年8月3日に、ウェーバー公示を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍し、傘下のトリプル A 級インディアナポリス・インディアンズに配属された。その後メジャーに昇格し、10試合に登板して1勝0敗、防御率 5.23、10奪三振を記録した。2020年6月28日にマイナー契約となった。8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月30日にマイナー契約となった後、11月18日に FA となった。2021年1月21日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは、傘下のトリプル A 級ダーラムブルズでプレーした。2021年6月4日に金銭とのトレードで、シアトルマリナーズへ移籍した。6月11日に DFA となった。2021年6月14日に金銭とのトレードで、ボストンレッドソックスへ移籍した。9月23日に DFA となり、26日にマイナー契約となった。ありがとうございます。